はい、全世界装備怪獣ファンの皆様お待たせしました。装備怪獣惑星何回かまた忘れちゃったっていうか見てないけど、まあ帰ってきます。イエーイ。なんで見ないんだろう。なんで見ねえんだろうな。まあ神のみぞ知るっちゅうことで一つよろしくお願いします。はい、今日の怪獣先生は、はい、これガイガンですね。ああ、旧ガイガン。こっちが、ファイナルウォーズとかにできたガイガンですね。どっちも、宇宙からやってきた、ロボサイボーグ怪獣、サイボーグ怪獣って言ったかな。うん、だからサイボーグなんですよ、メカなんですよ。すごいデザインですよね、このゴーグルアイというか。うん、これは、ゴジラ対ガイガンだったっけ、多分。うん、そうやな、に出てきた怪獣でゴンスな。これね、なんだっけ、 M 宇宙ハンター星雲人かなんかいう宇宙人が、連れてきた怪獣で、もともとその星の人たちっていうのは宇宙で生きてて、宇宙でね、もちろん宇宙人だから宇宙で生きてるんだけど、宇宙で生きてて、で、まあ自分たちの星が、あ、自分たちの星がというかね、もともとその星には地球人みたいなのがいたんだけど、汚染されてどんどん人間が死滅してって、ゴキブリみたいな生物が、その星を支配して、その後またやっぱりそれも住めなくなったので地球に攻めてきたって話だよね。うん、あとね、そう、ゴジラ対メガロの時も出てきたかな。うん、結構ね、アホな子呼ばわりされることが多いですね、かわいそうに。それはガイガンとかのおかげせいなんですよね。ゴジラ対ガイガンのせいなんですけどね。次がね、これね、こっちはね、まあ大人気怪獣になっちゃってるよね、もう。これはすごいかっこよくなってるっていうね。これは韮沢康史のデザインしたファイナルウォーズの時のガイガンですね。まあ、かっこよくなっちゃってます。こっちに、こっちの旧ガイガンに比べると、まあ、なんかすごくね、メカメカしさをちゃんと増してるというかね。やっぱりどっちもね、その旧デザインを踏襲していて、これはお腹のね、このチェーンソーの部分、これもありますからね、チェーンソーの部分とかね、多分そういう基本的なデザインを踏襲しつつも新しくなったっていうね。韮沢さんはちょっと今ね、亡くなってしまって、今後ね、こういうデザインが生まれないんですけど、まあすごいですよね、もうずっと語り継がれるデザインです。うん、これは X 星人か。設定変わるっていうね。これは、こっちは X 星人星。M 宇宙ハンター星人はどの子に行ったんだかな、この時には。まあ、とりあえずこれ X 星人の、まあ、使用するね、ロボットで。もう、ファイナルウォーズとか出てきますね。有名な怪獣です。はい。まあ、どっちもね、あれ、最近のムービーモンスターのやつですね。これは本当に最近のやつ。カラーがね、若干やっぱりね、最近のなんで、なんか、いまいちなんですよね。前のね、ムービーモンスターのね、ガイガンの方が良かったですね。こっちは悪くないと思いますけどね。これはね、これは悪くないと思います。好きです。こっちのガイガンはなんか、色が足らないなと思いました。以上でございますね。はい。さあ、次の怪獣に行ってみよう。ね。4分で、ぐらいでちょうどいい。はい、次の怪獣が入ってて、でーん。やーだーだーです。はい。次はダーでお会いいたしましょう。さよなら。バイビー。さよなら。